皆さんこんにちは、さっちんです。今日もスカイリムやっていきたいと思います。さて今回はですね、釣りの雨の日のクエストがまだ終わってないので、それをやっていこうかなと思います。それではやっていきましょう。よし、それではこれか。あ、これ違うな。あ、そっか、帽子をまず取りに行かなくちゃいけないんだな。サレシ農場の西へ釣りに行った時に突風に飛ばされて水に落ちてしまった。なるほど、取りに行くか。サレシ農場ここね。とりあえずここに飛ぼう。こんな色の葉は見たことがありませんわ。あ、そうかい。それじゃあ釣り竿をセットして釣りしよう。とりあえず帽子をゲットしよう。もう裏側か。よし、それじゃあ釣ってこう。わけがわからんのは俺も同じ。あ、そっか。そっか、話しかけなきゃダメだ。誰か殺そうよ。夜の海。あ、違う。夜の釣り。シセロ見切れてんな。お、幸運の釣りの帽子ゲットした。これね、ちょっと被ってみるか。いや、で今回は普通に釣るんじゃなくて、潜ってとっ捕まえようかなと思います。ここだね。スペードフィッシュ、ピグミーサンフィッシュ、パールフィッシュ、ナマズで潜って探したところ、ソリチュードの灯台付近にパールフィッシュがいるのと、あ、でもそんなに私見つけてないのか。パールフィッシュでしょ。あとスペードフィッシュもね、場所見つけたんだけど、ちょっとメモるの忘れちゃった。でも場所は一応覚えてるから、そこ行こう。ちょっとピグミーサンフィッシュはまだ見つけてないので、でナマズが確かね、ここにいるんだよね。ほら、ナマズナマズはここにいるから、まあもう見つけたしいいかな。でもちょっと水槽にも入れたいので、もうちょっといればいいな。ナマズはここちょっと潜って見つけるか。まだいるかな。ナマズ2匹と、あ、これシセロだシセロだった。もうちょっといないかな。この潜って取るの楽しいんだけど。あ、ナマズいるじゃん。ちょっと一回、水中呼吸じゃないけど、なんかえ、なになになに、嫌です。なになに、どこにいるのって言われたんだけど。あそこか。お、なになになに、誰あの人。お宝もらおう。ここに来るべきじゃなかったね。え、何何、トレジャーハンターだって。トレジャーハンター、大したもん持ってないよ。あー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 あああ、なんかトレジャーハンターやられた。びっくりした。 OK、 そしたらスペードフィッシュ次探しに行こうかな。スペードフィッシュはレイクビューの近くだったと思うんだけど、あ、これかな、エバーグリーンの森だったかな。あれ違うか、違うな、これ違いそうだな。雷がすごいし、なんかスケルトンいるスケルトンの死んだやつがいる。え、ちょっと待って、ここじゃない、ちょっと待って、こっち側かな。記憶がメモってなかったから。スペードフィッシュどこにいたっけな。どこだったっけ、全然忘れ、覚えてないや忘れちゃった。とりあえずじゃあパールフィッシュ行こう。パールフィッシュはソリチュードの灯台のところにいるので、ここだね。よし、行きましょう。ここかな。
はい、発見。オッケー。スペードどこだったかな。スペード覚えてないんだよな。どこだったかな。ちょっと釣った方が早いんじゃないかと思うんだけど、意外と水の中に潜って取るの楽しいので、このまま水の中に潜って取りに行こうと思います。これは金魚、違う、鯉。このまま泳いで取りに行きますか。灯台の場所は鯉だね。ベードどこだったかな。ピグミーなんちゃらはどこにいんだ。ピグミーサンフィッシュ、これはいるのか。川か、川ね。あとスペードとピグミーだね。え、なんか紫色の蝶々と飛んでる。なんだここは。え、なにこれ、欲しい。特に何もなし。うわ、血のついた。寒そうだね、こっち側。寒いとこにお魚いるかな。スペードフィッシュは湖でしか釣れず、ピグミーサンフィッシュは川にいる。ということは、その付近の川を漁ればいけるね。この辺、この辺いるんじゃないか。さっきナマズがいたから、いるかもしれない。よいしょ。そうだ。ブルックバス。魚は全然いない。うわぁ、深そう。深そうだし、魚がいない。おぉ、深いとこにいる。なんだあれは。あ、鮭か。鮭だ。鮭ばっかり。あ、やばいやばいやばい。ちょっと待って待って。待って。待って、危ない危ない。死ぬ死ぬ死ぬ。危ないし、ナマズいる。ナマズいる。スペードフィッシュいないね。え、ウサギが泳いでるよ。かわいい。かわいいけど大丈夫か？ナマズか？ナマズだ。ナマズ結構いるね。ナマズはいるんだけど、スペードフィッシュどこだったかな？あ、ここ？うわ、何あれ。あ、シセロだわ。え、なんか船、船沈んでる。え、骨、骨浮いてんだけど、うわぁ、うわぁ。ちょっとなんかあるか見るか。溺れ死んだらどうしよう。実望。あ、お宝箱あった。ちょっと一回も、一回出よう。でも宝箱あった。あ、ちょっと上がれない。わあ、沈んでる人が。沈んでる人が。ちょっと待って、出れない。よいしょ。あとこっち側だっけ？こっちだね。なんかある？なさそう。むずい。どう？ないね。ないわ。すごい、沈んでる。いやー、見つかりませんな。もうあとは釣った方が早いかな。え、なになになに。うわぁ、うわぁ、わぁ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 、頑張れ。あ、狼いる。ブルックバス、ブルックバス、どうもどうもえ、なに何今のドーンって。ドーンって何。お、やばー。
あぶな、治安悪治安悪すぎてびっくりする、怖いよ。こっちは平和に魚をさ取ってんのにさ、あの滝っぽい部分にさ、なんかいたりするんだよね、スペードフィッシュ。滝ないのこの辺。あー、ブルックバス、ブルックバス多いな。これ今どこだ。あー、なるほどね、この辺は、この辺なんかいそうじゃない。ダークウォータークロッシング行くか。じゃあここはいそうな気がする。でさっきのピグミーサンフィッシュだけ釣ろう。いた気がするよ、ここ確か。いないかな。あ、あそこあそこ、あの滝のあたり。滝付近いない？滝のとこ上がってみるか。おおおおお。滝のこっち側、ここいるんじゃないかな。どうどう。あ、いない、いないね、いないわ。こっから行くか。はい、ニルヘイム。あー、あー、上がってみよう、この辺から。はい、どうどう。ブルックバス、滝へ落ちましょう。はい、どう。いないんだけどダメ。もしかこっちの滝じゃない？滝にいたイメージなんだけどな。あ、さっきの滝になっちゃうよな。あれは？あっち側？あっちの滝は？怖っ。怖っ。落ちたくね。危険だね。よいしょ。危ない危ない。ブルックバスしかいないな。あれはなんだ？うわぁ、すごいね、水の流れが。え、ちょ、少し落ちたんだけど。ちょっとゲームが落ちてしまったので、もう一回チャレンジ。やばいやばいやばい、危ない危ない。もちろん、すごい流れが速い。はい。どうでしょうか。ただ、スペードフィッシュがさ、いや、ちょっとゲームがダメだ。同じとこで落ちるからもしかしたら重いのかもしれない。ちょっとやめよう。ちょっと仕方ないけど。なんか違うとこ、違うところ行こう。この辺とか行ってみるか。この辺とか、よくない？この下、ここ。なんか処理が大変なのが全然、同じとこで落ちるから、ちょっと別のとこ行こう。あ、いいじゃん、いいじゃん。この辺、この辺。絶対楽しい。あ、ちょっと滝になってるね。いいね、いいね。はい。スペードさんいませんか？ここも滝になってるね。ああ、カニさんがいる。カニさん倒されたな。うわ音的に倒されたね。はい、どう。地味にいないな。あの水中呼吸のあれつけたいな。あ、いた！スペードフィッシュゲットー。ここ、この滝んとこにいる。あ、痛い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 よー。ちょっと、びっくりした。あ、びっくりした。
かかってこいや。よし。スリザオで倒してやったわ。あ、いるね。あ、違うわ。これ違うわ。いたいた、よかった。ここにいる。ここにスペードか。こんなでもいないんだな。今、一匹しかいなかったね。あ、いる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 。中見えないけど。ここにいる。メモっとかないと。OK。ピグミーサンフィッシュ。ピグミーサンフィッシュ捕まえないとだね。あー、来たよ。スタローフィッシュ。スローターフィッシュ。釣れるのかな？釣れるのかというか、いるのか？ピグミーサンフィッシュのさ、形がわかんないんだけど、ちょっと確認したい。確認しましょう。形書いてたよね。あ、書いてないか。温暖な湖で釣れる。パールフィッシュは湖と川。イーストマーチに立ち寄って温泉を楽しむ旅行者がこの魚をよく見かける。だって。温泉、温泉あんの？イーストマーチ。ちょ、今検索かけたら、なんか、この辺？アモルの横ぐらいだから、この辺かな？多分この辺。これかな？うん、多分アモルの隣ぐらいだから、この辺かな？とりあえずこうしとこう。いるいないは別としてちょっと行ってみようかな。アモルの反対側、あっち側か。行ってみよう。温泉があるらしい。温泉付近にいるみたい。行っていなかったら、もう素直に湖で釣ろうと思います。ピグミーうんちゃらかんちゃらを釣りましょう。楽しいダンシング。楽しい温泉。夜中に道具しかない。温泉。魚いる？なんかいますか？なんかいなそうだね、別に。おー、おー、温泉っぽい。確かに、え？やだなぁ。OK。危ないね。この辺も温泉じゃないの？いる？あの、巨人の住処もあるな。危なー。ちょっと読み込みだけして。怖っ。すいませんでした。ちょっとどうやって読もう。追っかけられてない？大丈夫これ。読み込みしたいんだけど。OK。OK、OK、OK。で、あっち側か。巨人には絡まないように。どこどこ？この辺っぽいよな。温泉どこ？あ、あ、これ温泉、あ、これじゃないの？温泉って。あ、温泉っぽい。え、すごー。え、でも温泉の中には魚いないだろ。え、おっ、すごい。あ、ちゃんと入ってる。入ってるよ。あ、何か用？え、すごい。ちゃんと、ちゃんと入ってるよ。ほら。何か用か？ええー。すっごい使ってるわ。何？使ってるわ。え、魚いないよな、この中は。さすがに。え、この付近にいるのかな、じゃあ。え、すごい、温泉あったよ。一緒に入るか。この辺ちょっと深く疲れそうだね。え？刺さってる。ボルドの剣だ。私も入ろう。こんな感じ？こんな感じ？
服のまんま入ってるけどいいね、温泉だよ。すごいね、もっと入れなくてもちゃんと温泉入れるんだね。あ、シセルも一緒に入ってる。あー、いいね、いいお湯だね。ね、湯加減いい感じで。ね、シセロ。魚探しに来たんだけどさ、この周辺にいるってこと？まあ、さすがに温泉の中にはいないよな。あ、これ全体的に温泉なんじゃないか？これ。そういうことか。すごい。なんかでも綺麗だね。確かに温泉の湧く場所って感じはするよね。色合い的に。ちょうどなんか湖っぽくなってるね。どうどうどう、この辺とか。いや、これは多分無理か。そうだね。わあ、いいね。あそこはなんか全体的にさ、わあ、危ない。マンモスいる。ちょっと浅いよね。浅いからさすがにいないよな。てか住めないよね、環境的に。魚は住めなさそう。この近くの何か、うん、倒しましたわよ。血みどろだし。いるね。別にダンジョンじゃない。なんかさ、地味にあの人たち気づいてないよね。こんなに近くにいたのに。生き物はいなつ、お、え、これ、近づいたらやば。え、あ、待って待って待って。泳いでる泳いでる。泳いでるぞ。あ、あテラーナさんと喧嘩してたのか。はい、はい、終了。あ、いたいた、ピグミーピグミーピグミーなんちゃらいた。こんなとこにいるんだ。おー、ちょっといる分なんか取れそうな分取りたいね。こうやって探そう。ちょっと目の前のあの人に気をつけて、巨人に気をつけながら。やばいよなこれ、近づいたら。あ、大丈夫そう。もういないか、さすがに。うわ、まさかのこの温泉地帯にいるのね。うん、いなそう。とりあえずここもメモっとこう。これで揃ったんじゃないか？揃ったね。オッケー。それじゃあ帰りましょう。あ、なんか普通に入れちゃったんだけど、大丈夫？なんか蹴ってましたよ。コップ蹴りましたけど。なんか用か。乗ってきた。あ、あ、このまま帽子もらえるんだ、これ。めっちゃ被ってる。被ってんだよな、私今。被ってるけど。仕方ない。ありがとう。さあ、受け取ってくれ。被ってんだよな、私。アルゴニアンの釣り竿。へえ。活用しよう。ありがとう。いや、そうは思わない。え？ビリアに確認しよう。もちろんだ。終わったこれ、もしかして。帽子めっちゃ被った上で嘘ついたけど。なんかくれたぞ。なんか用か。アルゴニアンの釣り竿。大きな魚を釣り上げる確率が上がるだって。いいね。あ、これにしよう。いいね、いいね。ウィリア行く？ウィリアどこにいんの？ウィリアのクエストマーカーがないや。クエストがないから。あ、いた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 。待つ。今はダメ。マットクラブの妖精を捕まえるために人を雇ったが戻らなかったのか。そのようね。賞金を受け取りたい。悪いわね。幸運を祈るわ。あれあれ
待つのは耐え難いわ。一番支持されたおかえりなさい。ただいま。プレゼントよママ。やばい、巨人いる。ちょっとずつ巨人いる。巨人いる。どうぞやめて。私の鶏。ああ、うちのうちのニワトリちゃん、うちのニワトリは死んだのかい。これはうちのチキンは、チキン、チキン、貴重なチキン、チキン、チキン、チキン帰ってきて。チキン、これこれも何、天に召された、打ち上がったとか。何がご入用ですか、獣医様。これがあるからさ。どう、帰ってきた、帰ってきた、ピッキン。どっかでこれお亡くなりしてんな。ピッキンよ、一体だけにしといてよかった。悲しみがちょっとで済む。なんかこの辺にもいたんだよな、前に。え、もう全部捕まえちゃったかな。ああ、これ、いないな。捕まえ終えてるな。お家から、改めて取りに行こう。何このカゴ。カゴも転がってんだけど。何か用？あったあった。一匹でいいな。でさ、ここ家帰ってきたからついでにナマズも入れよう。あれ、私ここにコイン入れなかったっけ。ナマズ入れよう、ここにナマズ入れよう。3匹ね、食べ物、3匹ね。はい、あ、いい、めっちゃいいね。さっきのさ、ピグミーなんちゃらも入れようよ。ピグミーなんちゃら、ここに入れようかな。材料か。ピグミー。あ、え、え、ちょっとなんか、発酵してない？なんかちょっとキモいな。まあ、温泉にいたしな。え、どうしよう。もう一匹、あ、いいじゃん、いいじゃん。パールフィッシュ一匹入れて。入れれそうなの？あと、それも、そんなもん。え、ちょっと正面から見ると可愛いよ。ちょっと可愛い。こんなもんか？どうよ、どうよ。あ、あ、いい、いい、あり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 。めっちゃ可愛いじゃん。可愛い。シセロの明かりでちょっと、あれだけど。マットクラブの妖精も入れればいいのにね。あ、いた。リフテンの街も歩くんだな。今はダメ。どうぞ。ありがとう。あなたのおかげよ。あなたの努力に感謝するわ。ありがとう。受け取って。それだけ？スカイリムで釣りの仕事が必要な人を知らないか。行き先はファルクリースよ。ここに全部書いてあるわ。ガラスフィッシュ。これあれ？ずっと続くやつか？日中は店を留守にできないから、この魚を代わりに入手してくれるよう他のものに頼むしかない。へー、個人的な仕事も請け負ってくれるならさらに報酬を上乗せする。だって何の仕事をさせようとしてるんだ。なるほどね。そろそろ行かなくちゃ。はっきりした頭。好きではありませんけれど、これよりはマシなはずです。普通に、じゃあ普通のクエストか。なるほどね。そうそう、そういえば、あの、金魚の場所も、コメント欄から教えていただいたり、あとキャノーラも教えてくれたので、ちょっと、ついでに金魚も取りに行こうかなと思います。金魚は、フェルグローにもいるのかな？フェルグロー行こう。ちょっと今回はフェルグローに行きます。ちょっと捕まえられないから、捕まえられないというか。お
ら、痛みをくれてやる。よし、おお、危ないでしょ。ペルグローの、うわぁ、危ない、危ないね。ああ、ちょっと危ないでしょ。危ない危ない危ない、普通に危ない、危ない。フェルグローのここかな、ここなのか。あ、いたいた、ほんとだ、金魚いる。なるほどね、ここ、ここだけかな。あと水辺ないよね、ここ。あ、お金もらってこ。うん、あとはここはなさそうだね。あとはストーニークリーク洞窟にもいるみたいなので行きましょう。ちょっと待って、見つけてない待って、見つけてない、見つけてなかった。どうしよう。ハンシルバンドのちょっと上ぐらいなので、ムズルフトよりこっち、あ、いいか。こっから行ってみよう。下の、あ、見えてるね。オッケーオッケー。下のというか、洞窟の前の、なんか、湖というか、目の前の、湖。的なところにあるいるらしいので見に行こう。ついでにこれも見つけてくか。すぐ目の前だからね。あ、どうも、帝国軍か、わかんないあ、これか、これだ、これだね。あ、本当だ、もう泳いでる、金魚が泳いでる。オッケーオッケー。はい。はい、金魚。金魚。はい、金魚。オッケー。まだいる。オッケーだね。よし、オッケー。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。いや、無事、雨の日リストの魚を全部捕まえました。まあ一応、今回は釣りじゃなくて手づかみで。全種類集められましたね。金魚も新たに6匹手に入れました。かわいい、この角度かわいい6匹新たに手に入れました。いや、よかった。金魚ね、返してくれなかったから、あの人もう入れちゃったけど、あのピグミーなんちゃらも意外とかわいいから、もう一回ぐらい捕まえに行きたいなと思います。パールフィッシュも、うん、まあもう一回ぐらい捕まえるかもしれないです。これで魚のクエストは一通り全部クリアしたと思います。なんだっけ?イリアさんだっけ?ウィリアさん?このクエストもまあ今度やろうかなと思います。ちょっとそろそろメイン系のクエストもやっていこうかなと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。またねー。